韓国全土に渡航自粛要請外務省外務省が COVID-19 の感染が拡大しているとして韓国全土に対して不要不急の渡航自粛を国民に対して要請いたしました本日も韓国だけでおよそ1000名の感染者が確認され新たに 8名名の方が、えー、9名でしたかね亡くなられて合わせて43名の死者が出てしまっておりますがこの韓国においては本日芦屋アアナ航空が日本便の全便運休を決定しました他の航空会社も運休する恐れがございますしまた日本政府は連絡船などの海上交通に対して運行自粛を 要請しておりますので韓国全土において中国の武漢のように日本人が軟禁される恐れがございます現在韓国に滞在している国民の皆様は早急に交通手段があるうちに日本に帰国していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただき ありがとうございました。